はどうなると思う？時には大雨が川に流れ込み、洪水を起こしてしまうこともあるんだ。洪水を防いだり、一度に大量の水が川に流れ込まないようにするために、たくさんの木を植えているよ。木がたくさんあるところでは、土がスポンジのようにゆっくりと水を吸い込んでくれるからなんだ。土に染み込んだ水は少しずつ流れ出し、ダムに溜まっていくよ。ダムの役割は、水を一旦溜めて川に流す量を調節すること。ダムに水が溜めてあるおかげで、少しくらい雨が降らなくても、私たちは毎日水道から水を飲むことができるんだ。川の水は取水石と呼ばれる場所で取り込まれて、次の場所に運ばれるんだ。ここでおさらい。ポイント1、水を吸い込む水源管用林。ポイント2、ダムは水の貯金箱。みんなちゃんと覚えようね。それじゃあ次は水道水を作る工場に案内するよ。ボタンを押してステージを回転させてね。
や食べ物によって体内に取り込まれた水は命に関わる大切な役割を果たしています。体温を調節する汗や体の隅々まで栄養